こんにちは、 CRS 大阪店スマイル小栗です。よろしくお願いします。お願いします、はい。今回珍しい車両2台作っちゃいました。お、はい。で、そのうちの1台これから紹介させていただくんですけど、もう1台の方は、動画のエンディングの方ですね、はい、で紹介させていただきますのでご覧になってください。では、車両の詳細なんですけど、はい、ハイエーススーパー GL ダークプライム2ですね、2800cc のディーゼル車両になってます。で、何が珍しいかというと、こちらですね。どうですか、わかりますかね。いや、わかりますね。なんか、はい、なんかすごい綺麗な色っすよね。綺麗です、ね。はい、こちらが、はい、ハイエースのダークプライム2で、カラーラインナップとしてあるスパークリングブラックパールだったんです。あ、いわゆるブラックパールっていうカラーっすね。そうです、ブラックパールですね。今あのダークプライム2で選べるカラーっていうのは、はい、ホワイトパールクリスタルシャイン、あとブラックマイカ、はい、でこちらのスパークリングブラックパールになってます。おお、ほんならこれスーパー GL にはないカラーってことですよね。そうですね。で、一応まあカタログ、ダークプライム2のカタログにもまあ載ってる、こちらイメージの、カラーになっている、おー、カラーラインナップの車両ですね。やっぱ綺麗な色っすね。そうです。これあれですよね、夜、まあ例えば夜、はい、車これ置いてたらもうほぼ黒ですね。黒っすよね。間違いなく黒です、はい。今これライトが当たってるから、うん、ちょっと青っぽい感じ見えるって感じですよね。で、日中はあの角度によってはもう黒です。ああ、そうなんですか。そうです。で、あの角度によってはちょっとこうブラックパール、ーちょっと渋めのカラーになってますね。ああ、そうなんですね。でもめっちゃいいですね、これ。そうですね。そのこのブラックパールのカラーでなんと今回は揚げ系な感じに仕上げちゃいました。ああ、そうですか。ちょっとほんないろいろ教えてもらっていいですか。はい、ではまずフロントなんですけど、はい、今回、オプションですね、メーカーオプションの方は標準でセーフティセンスついております。で、クリアランスソナーも入っておりますね。で、パノラミックビューモニターも入っております。はい、で、ジャオスさんのスキッドバーですね、こちらつけてます、うん。これブラックパールめっちゃ合いますね。これめちゃめちゃ合いますよ、はい、よりいかつくなりますね。そうなんですよ。あ、これマットブラックのタイプですね、はい、タイプです、はい。かっこいいな。かっこいいないですかね、これやっぱ前からドシッとする感じっていうかね。そうです。いや、これいいっすわ。で、もう一つ、はい、これね、実は見たことがないと思うんですよ。お、なんと今回初のチョイスで作っちゃいました。横行きましょう。見てください、これ。これ ENCM に、そうです、こちら ENCM にタイヤオープンカントリー。おお、めちゃめちゃかっこいいですか。これほぼ初仕様っすね。これ初です。これずっとやりたかったんですよ。いや、メッシュでもこの、いや、ブロックタイヤっていうかね。そうなんです。めちゃめちゃ合いますね。そうなんですよ。これね、結構まあ落とし系でやっぱ使われる方が多いですよ、メッシュって。ですよね。そうなんですよ。これをあえてブロックタイヤではめ込んじゃうと、なんとこの渋さ、めっちゃかっこいいじゃないですか。めちゃめちゃかっこいいですか。しかもこのハイパーグロスのチョイスがボディとあってね。そうなんですよ。で、こちらワンピースなんで、はい、CRS パッケージとかワイルドパッケージでも選んじゃいます。プラス ENCM には結構まあご存知の方は少ないと思うんですけど、16インチのラインナップがあるんですよ。はい、はい、ですんでこのオープンカントリー、ハイエースのこのサイズに入るサイズがあるんで、こちらで作って、プラス大人気のカラーのハイパーグロスです。うん、はい、220のこのカラーにめちゃめちゃ合ってるくないですか。バッチリじゃないですかこれ、はい。ちょっとこの横からこれ見てください、この斜めからのこの角度、このちょっとムチムチした感じと、このブロックな感じと、このメッシュのこのギラギラした感じ、これは本当にマッチしてます、はい。あれ、これ、はい、ここにも、ここにもジャオスさんのマットガードですね。これフロントについてるっていうことは、はい、リアにもついてますね。ほんなら今回あれですね、ジャオスさんの仕様みたいな感じでもありますね、はい、そうです ね、はい、
ちらですね。いや、かっこいいっすね。かっこいいっす。で、このちょっとリア行くと、はい、リアはもうシンプルな感じでやっております。で、ジャオスさんのスキットバーってリアも出てるんですよ。ですので、リアバージョンもつけてあげてもいいです。あー、そうですね。で、上げ系カスタムとあのテールガードとかもつけてもかっこいいかなと思います。それフルでやったらめっちゃかっこよくなりそうですね。めちゃめちゃいかついですよね。え、はい、今そこはもうお好みでカスタムしていただいて、ね、って感じですね。そうです。で、あとメーカーオプションですね。デジタルインナーミラー入っております。はい、こちらも大人気のメーカーオプションですね。じゃあちょっと次、荷室の方いきますね。では、こちら荷室ですね、フラットベッドキットを入れております。はい、今回あれですか、オリジナルパッケージですか。そうです、展示車オリジナルコンプリートになってます。おー、はい、で、フラットベッドキットで、次フロント行きましょうかね。で、フロントの方も、こちらダークプライム2の純正シートになってます。はい、ハーフレザータイプですね。はい、ですね、まあ、この辺は、まあ、あのシートカバー入れていただくとか、まあ、お好みにカスタムしていただければと思いますね。うん、で、前が前の方も、ナビゲーションこちらお好みのタイプですね、選んでいただけたらと思います。ということは、今回内装に関してはフラットベッドキットのみですか。そうです。で、外装にあのこだわった車両になってます。そういうことですね。はい、そうです。これはめちゃめちゃかっこいい。かっこいいっすね。はい、で、今回、こちら肉になってますので、はい、あの揚げ系なカスタムになっております。はい、で、プラス、まあ、こういった形になってますので、今流行ってる、まあ、キャンプであったりとか全然気にせずに行けますし、ブロックタイヤなんで砂道、まあ、砂道というか、まあ、いろんな道ですね、うん、でもあのグリップよく進んでいけますので、そちらの方も、まあ、いいかなっていうところもあるかなと思います。そうですね。はい、では、最後に、まあ、気になる価格です。はい、こちらの方、車両本体価格の方は378万円になってます。378万。そうです、うん、ディーゼルの肉の車両ですね。378万円になっておりますので、こちら大阪店の方の展示場に展示しておりますので、気になる方はご来店の方お待ちしております。で、プラスあのお問い合わせの方もお待ちしておりますので、はい、じゃあ、最後にちょっと次の次回の予告をちょっとさせてもらうんですけど、はい、次回の予告なんですけど、はい、なんとこの220ブラックパールで仕上げさせてもらった次回は下げ系になってます。下げ系でも作ってますんで、お、楽しみですね。期待いただければと思います。お、はい、ということで、こちらの動画ですね、いいなと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。